一般会計総額89億6900万円の補正予算には、LP ガスを利用する家庭に対する負担軽減や、市町村が実施する灯油購入費助成への補助などが盛り込まれています、まあ、しっかりあの補正予算を活用してです、ね、これからあの物価高騰との影響を受けている方々の支援や、あの事業者の支援、進めてまいりたいと思います。 また柏崎刈羽原発で事故が起きた場合に住民が円滑に避難できるように北陸自動車道への侵入路の整備や国道8号柏崎バイパスの早期全線供用などを求める意見書も全会一致で可決されました。